そのフレッシュさと、ここ、まあ、3連戦、3連戦のところで携わった自信というものを持って、堂々と、プレーできるようにしていきましょう。押していこうか。J2 リーグ第14節リーグ戦もいよいよ中盤戦です。まあ、中途半端にならずっていうところがポイントですかね。はい、まあ、自分たちのサッカーを90分間通してできるかどうかです。池上さん、中には2人いる、中に出てきました。高井がいましたがボールは流れます。もう一度やり直し、先ほどはショートコーナーでした。ゴールに向かってくるボールを蹴ります池上。さあ狙ってきた、最後は梅木翼でした。どんどん切り替えてトライできるかどうかなので、前のプレー引きずってたりするとどんどんフォース崩しますからね。さあ中に入れてきました。おーヘディング、1対1も勝負楽しみですね。鎌田から縦、さあ平松、平松前向く、藤本の左足、関です。まあ、いいプレーでしたね、鎌田選手ね。はい、さあ平松もいますが右サイド、さあ一気に中に入れてきた、逆サイドフリーで受ける。さあここには藤本、ナイスキーパー、最後飛び込んでいきますがここはしっかりと抑えました。いい攻撃でしたね。できたので、はい、まあ、星選手ですかね、限定できてたので、まあ、次狙って多田選手もねうまく取りましたし。さあ神垣、池上に入れた。さあ追い越す動き、河合がいましたが左足で入れてきた。梅木が飛び込んできましたがその後左足、思い切って狙っていきました。最後は田中陸です。周り守備が固まる前にやりきったので、はい、相模原の方が後手後手を踏んでこのこぼれ球もねうまく拾えましたし、セットプレーのチャンス、ファーサイド、ヘナン、押し込めるか。最後高井和馬が押し込みに行きましたけれども、この中で書き出しましたね。そうですね、ここまず枠行ってましたよね。そうですね、枠行ってて、和田選手ですね。一気に前線に蹴ってきました。ここでチャンスを作りに行きます。中には平松もいる。ダイレクトで上げてきた、平松がいるわ。おー、関です。まあ、よくキャッチしましたね。はい、ようなね、はい、位置関係でしたけれどもね。いやー、和田はノーファールでよく入りましたね。和田はかなり体、おー、狙ってきたかどうか、アジェノール、よくさ、まあ、あとはこういう難しい状況のところでシンプルにやることも大事なんですけれども、相手を出し抜くようなね、はい、ちょっと気を利かしたプレーが落ち着いてできるか。中に入れてきた、オーヘディング、最後は澤井だ。澤井直人の先制ゴール、途中交代から結果を出しました。澤井直人今シーズン初ゴール。まあ、ボールがこれ浮き上がりましたよね、結構。なので風の影響を受けてちょっと戻るような形になったので、アジェノール選手としてはちょっと目測を誤って出てしまったというのが、あとはこの変化したボールに対してね、サイ選手はちょっと走る方向も変えてしっかり合わせてますので。本日の MVP は澤井選手です。さあ、それでは本日ご来場いただきましたサポーターの皆さんに一言メッセージをお願いします。本当にこの悪天候の中、これだけ多くのサポーターの人たちが来てくれて、本当にいつもありがとうございます。勝利を届けられて、本当に嬉しい思いです。ありがとうございます。さあ、それではカメラレンズにサインお願いします。ありがとうございました。 MVP は澤井選手でした。大きな拍手。
見ない方がいいと思います。